前回のあらすじ。はい、というわけで代打実況の霊夢です。霊夢さんのセリフ字幕がアイテム名と被ってますよっと、かなり嫌です。YJN でゆっくりしてたら知り合いの病院から連絡入って。ああ、こいつらダメだわ。霊夢さん、かなちゃん、代わりにお願いしますというゆさきさんから言われました。というわけで、収穫の秋です。収穫というよりも狩りですよね、これ。まあね、今回は動画用にまたまた急ピッチで仕上げた防具で、大名ザザミ編集を借りたいと思います。カニ美味しいです。ちなみにリアループ主さんは最近カニの天ぷらを作って一人で食べました。この時期はタラバガニが美味しいと友人から聞きましたが食べたのはズワイらしい。殻から身を取り出す作業でだいぶ泣いてたそうですが美味しかったからどうでもよくなったそうです。で、家族にバレないよう後始末はちゃんとしたから独り占め完了だったらしいよ。羨ましい。とりあえずこいつ買ったら食べましょう。焼いて。たまに思うんだけど、モンハンのモンスターって食えんの？ザザミとかはとても美味しいですよ。え、かなちゃん食べたことあるの？はい、スタッフ一同とともに。なぜそれに私が呼ばれないのだろうか。その頃霊夢さん、マイクラしてましたから。さて、話がずれたから実況実況。ゆゆさきさんの赤名が相変わらずロタな件について。まあね、これはゆゆさきって名乗る前の名前だからね。ぶっちゃけるとニコ生でもこの名前で挨拶してるんだけど、知り合いの生主さんからロタッチと呼ばれてます。まあ改名が最近だからね、仕方ないね。で、なんで編集なんですかね、この赤だともう G9 ザザミとか余裕なのに。かなちゃんや、この動画の趣旨。忘れてない？え、溶岩生活ですよ。ね。マジレスするとね、前回のミラバルカンと今回のこのカニ、溶岩全く関係ないんだよね。ああ、はい、気づいてました。まあ、要するにだ、溶岩クエをやってくにあたっての装備、その検証を兼ねたものが今回の動画なんだよ。つまりこれからはこの装備で溶岩クエをやっていくと？まあ、これはガンナー装備その1ってところだね。課金秘伝防具のヘビー赤の FX 一式に、HC ガルルガのヘビー防ガンだね。そういえばゆゆさきさん最近、カリウド祭のググに注目してるって言ってましたね。そうだね。それからも2、3個装備が出る予定らしいよ。で、ちゃんと溶岩関係やってくんですよね。おい今あの大名自分の子分を仕留めたぞ。霊夢さん。いや、違うんだよかなちゃん。ゆゆさき的に今後の動画の方針とかをね、うん。あれしてこうして。待ってください、このチャットの挨拶は。はい、我らが団長さんです。許可は？映ってしまったものは仕方ないって言われました。いやオフにしとけよ。これからは気をつけます。本当うちの団長いい性格してるね。まあ、今回やってた狩人祭では暇な人誘ってしくれ回してましたからね。ちなみにゆゆさきはログイン中にやったしくれの、半分くらいソロでやってました。溶岩パーティーの定員だから仕方ありませんね。野良パーティー？ゆゆさきはそんなの信用してません。ヘルプ募集とかしてベースキャンプから出ない規制とか、手伝ってくれた人の剥ぎ取りを爆弾で邪魔する人とか、もう散々な目にあってばっかのオープ主さんは、野良を信じることができなくなったんだよね。まあ最近は知り合いに誘われてしぶしぶ野良に混じってるって話も聞いたんですけどね。皆さんも手伝ってくれた方に失礼なことをしないよう気をつけましょう。でさあ、同じ作業が淡々と続いてるから追い詰めるまで3倍速いくわ。圧倒的なネタ不足について。いや、実を言うと今回はもう一国へ動画入れてるから尺的に。それを後日投稿するという選択肢は？ないんだな、これが。ないんですか。うん、このヘビーのパーフェクト圧縮が成功する確率くらいない。と言って成功していますが、だいたい3回に1回成功します。確率高いじゃないですか。ちなみにゆゆさきは3段レベル3の圧縮の爽快感によってたことがあります。一気に V 破壊できたりしますからね、時々ですが。溶岩生活の動画では片手、前回のバルカンでは戦友婚、今回はヘビー。しかし、ゆゆさきは溶岩で数少ない双剣使いなんだよね。今回の狩人祭の家畜への G9 ベルキュロスの時なんて、
新規人化のバク転レベル3の攻撃ほとんど当たらずにソロで勝ってた時もありましたしね。まあこの後の動画でやっぱ悠遊先は両団&同盟の中でも中の下くらいだって思ったんだよね。あれ次のクエって何なんですか？さっきかなちゃんが言ってた家畜への GQ ベルだけど？ああ、そうですか。正直ザザミ狩りはその動画の尺を稼ぐためのものだからさ、そんな話すことないんだよね。強いて言うなら悠遊先さんガンナー向いてないですよね。そういうこと言うなよ。やっぱあいつガンナーダメだわ。グダグダしすぎて倍速が多くなりましたね。というわけで次のクエ行ってみよう。この着ぐるみの人は動画を撮ると言ったら着替えてきた団長の知り合いさんです。そして前方の片手剣の方が我らが団長です。潜入魂の方は同盟の両団長さんです。このクエは祭り防具を作るのに必要な祭典の紋章が5個もらえるクエです。受注に必要な消費アイテムの数も同じなので一見美味しくない感じですが、お守り系の報酬が倍になるアイテムがあるととても美味しいです。そして今回悠遊先は双剣でかなりノリノリですがあんま役に立ってないのであしからず。まあ避けるもんは避けるんだけどね。食らうときはがっつり食らってるし。まあ、それでもこの人両団内での入魂数は9200で3番目なんですよね。この数で少ないという人を我々は廃人と呼びます。でもまあ、今回はシクレが全部魂99だったので少ないと言われても仕方ないかと。次回の祭りは対抗戦ではなく協力戦なので赤組青組仲良く入魂しましょう。ところで体力は大丈夫なんでしょうか？この装備だとブチギレスキルがあるからワンパンでアボンってならないから大丈夫だよ。それでも回復薬 G に持ってるんですね。まあスキル発動で体力1になったらの無用にね。しかし、本当に皆さん強いですね。着ぐるみの人なんてこの時久々にモンハンログインしたのに全く衰えてねえし。これがベテランプロハンの力ですか。今。字幕に何か。かなちゃん、それ言っちゃいかん。このメンツだと本当に悠遊先役に立ってるのかわかんねえ。このベル、ハードコアですからね。悠遊先はソロではハードコアやりたがらないからね。そういうこった。ところで霊夢さん。そうやってうぷ主批判してるとまた左遷させられますよ。オーフ。というわけでパート2はここまでです。ご視聴ありがとうございました。